ふんどう金醤油株式会社は、大分県薄木市に本社を置く調味料の製造メーカーである。社名は、醤油や味噌の重さを測る際に使用したふんどうと、会社を設立した小手川金次郎の金に由来する。トレードマークは、左右対称で表裏がないことから、企業の確かさ、製品の正直さを意味している。企業理念は、継続は力なり。醤油、 味噌、サラダドレッシング、ポン酢、柚子胡椒の生産量は九州第一位である。醤油は全国8位の生産量であり、麦味噌の生産量は日本一である。関西、中国、四国地方などでは商品が置かれているところは少ないものの、屋敷高人が自分の番組で高く評価して広めた関係で名前が知られている。関東地方では、 醤油が販売されていることは少ないものの、サラダドレッシングや柚子胡椒などは品揃えがある場合も多い。味覚センサーをいち早く導入した企業としても知られる。グループ会社である大分醤油、協業組合工場内に世界最大級の巨大なキダルがある。キダルは高さ9メートル、直径9メートル、容量540キロリットルあり、2008年に ギネスブックの認定を受けた。三倍濃縮の麺つゆ、甘くて美味しいつゆほかほかほか主に、九州ローカルながら非常に独創的でインパクトのある CM を制作することでも有名。特に2000年にはフランスの俳優、ジャンレノを起用し、話題を呼んだ。シリーズ名はジャンレノ氏の3日間の恋。共演はモデル、俳優の周行氏。この CM は、 首都圏でも放映され、社団法人全日本 CM 放送連盟の2000年、第40回 ACCCM フェスティバル、テレビ CM 部門で金賞を受賞した。2010年には、愛する人へと題し、漫画家の水木しげる夫妻らが出演する、創業150周年記念の企業イメージ CM が、制作、放映された。BGM は、離れ組がカバーした、空に星があるように、 2014年度の CM、ファンは失敗を楽しもうというコンセプトの下、子供や料理初心者が料理をして起きたハプニング集を CM としており、これは2015年、アジア広告協会連盟広告祭フィルム部門で銀賞を受賞した。ありがとうございます。